今日は腹話術の基本的なコツを皆さんにシェアしていきたいと思います。今日は一体誰とやるの？今日はね、キーちゃんとやるの。あ、キーちゃん初めてじゃない？そうだったっけ？うん、初めてだよ。キーちゃん頑張ってね。優しいね、チコちゃん。もちろん。今日さ、一体コツって何個やるの？今日はね、2つコツをやっていきたいと思います。チコちゃん、そこで見ててくれる？うん、いいよ。キーちゃん頑張ってね。はい、それではまず一つ目のコツはこちらになります。え、なんだ？人形を下から支えるということです。手で下から支えるか、または台の上に乗せて演技をしてください。どうして？ん？どうしてか知りたい？うん。じゃあこの手をちょっと外してみます。どうですか？こっちで出して押しながら人形を動かします。どうでしょうか？あれ、なんかキーちゃんグラーンとして宙に浮いてるね。腹話術では人形が生きているように見せるというイリュージョンなので、宙に浮いてるっていう状態はちょっとありえないんですよね。だから必ずこのようにして手を添える、または台の上に乗せてそこに存在しているかのように見せてほしいんです。なるほど。手を添えることによってね、人形に体重があるように見えませんか？そして手で支えるときは親指がこういう風になったり、またはギュッと握ってしまわないようにしてください。痛い。ああ、ごめんごめんごめん。このようにね、軽く下から支えてあげてください。はい、次のコツは人形の目線に注意するということになります。キーちゃんに登場してもらいますね。じゃあキーちゃん、ここで立っててね。はーい、はい、キーちゃんを通常パッと持った状態がこのようになります。で、お人形の、作りにもよるんですけれども、キーちゃんはね、ただこうやってまっすぐに持つとどうしても目線が上に行ってみるの分かりますか？うん、キーちゃん天井しか見えない。天井しか見えないよね。分かりますか？観客の皆さんにはキーちゃんがこのような状態で見えると思うんですけれども、目線が大事ということなので、こういう状態にならないように、うわー天井してください。はい、どういう風にするかというと、このようにして目線を観客に合わせてください。人形の形状によっても目の位置が違ってきますので、必ず自分のお人形がどういう位置に目がついているのかというのを確認して演技をしてください。ね、下になりすぎないように。うん、ゆっくりだな。掃除して。バラさないでよ。そして私とのアイコンタクトも大事になってきます。ですので、常にね、観客の皆さんと目線を合わせるということを意識して演技してください。今日誰もいないね。そうだよ、今日だって公演じゃないもん。でも YouTube やってるから。 YouTube？ うん、ここにカメラあるでしょ、ほら見て見て。このように目線に注意して演技してみてください。はい、今日のコツいかがでしたでしょうか？どうだった？チコちゃん、まあまあかな。どういう意味よ。キーちゃんはね、上手で可愛かったけど、うん、ミーチェルはいまいち。あー、ひどい。知らんけど。ちょっと。ということで、腹話術には、いろんなやり方があります。
で、これは私が先生に習った方法になります。ですので、ね、私のこのやり方が、まあ、絶対正しいとかそういうことではないので、一つのね参考例として、見ていただければと思っています。それではまた次回まで、さよなら。さよなら。知らんけど知らんけど、ちょっと知らんけど、もう